無添加です。ハートありがとう。おはよう。そう。ああ、そう。監督、何、警察呼ばれたけど、撤去しないんだ。まあ、あの、ご寝床だからね、ああいうのってね。うん、結局。あ、いや、足引っ張んないって、だから足引っ張んないと。オイル半端ねえで。髪の毛、だからね、アンドハニーの効果。うん。髪がしっとりするから、分け目とかが自在なの。うん。はい、おはよう。俺の生き方尊敬する。まあ、なんて言うんだろう。俺はさ、その、なんていう、人に自慢できるようなことは一個もないけど、何にもないじゃん。学も教養もないし、あの、特技もないし、本当に、あの、つまんない人間だと思うの。ただ、自分がどうあるべきかっていうのが重要なのね。だから、誰かから見て、あ、俺はすごく特別な人間だっていうことを意識する必要はないの。別に、特別な人間になる必要ないから、この世界で。ね。自分が、自分らしくある。だから例えば、あ、そうだな、あの、毎日ご飯は作ろうとか、もう簡単なことでいいんだよ。うん、本当に。もうそんなね、バカみたいにハードル上げる必要なくて、ね、あ、これを目標にしようじゃなくて、うん、ホットカーペットなかった。ごめん、こたつまだ買われてなかった。ごめんごめん、こたつあるよ。うん、腹いっぱい飯食ってる。そう。人間ってやっぱ、その、容量、キャパシティがあって、できること、できないことって必ずあるんだよ。ね、あの人は簡単にできてるのになんで俺はできないんだろうとか、あ、なんで私はこんな簡単なことをできないんだろうって悩むじゃん。全員が悩むじゃん、当たり前のように。あの人は簡単にやってるのにねって。いいんだよ、できなくて。他にできることを探したいんだよ、別に。いや、あの人はあれができる、私はあれができない、でもこれに関しては私誰にも負けないってものを一つ極めれば絶対に強い。いいでしょ、神の絶対に強い。一つのことを極めれば絶対に強い。そうすれば二つ目も極められる。一つ極めた人間は何個でも極めることができる。うん。だから中途半端にやらずに、例えば、あの、私は料理だったら誰にも負けないとかね。あの、掃除だったら誰にも負けない。ね。うん。洗濯物のこだわりに関しては誰にも負けないとか。ね。何でもいいんだよ。あ、いや、もう私は本読むと。だから、あの、そういう意味では、あの、雑学とかね。あの、結構そういう話題に関しては長けてるとか。何でもいいんだよ。足が速いとか、ね、大食いできるとか、うん。何でもいい。うん。そう言われて、まあ人生変わるな。まあ、何の取り柄もない人間なんてこの世界にいません。絶対に。何かしら魅力がある。あなたの知らない何かがね、うん。潜在的なものが。はい、おはよう。そう。他人は他人、自分は自分。元気になるな。そう。自分の中に眠れる才能、魅力、そういうものは自分じゃ気づかないし、周りの人間もわかんない。ただ、知らず、おのずと、そういう魅力は出てるはず。おはよう。パイセンが手がある。まあな、そういう人間もいるわな、中にはな。まあ、そうだな、まあ難しいよね、生きることってのはね。今日は有給で休んだ。たまには休んじゃうよ。な、いつもお疲れ様。ナイス、ありがとう。はい、おはよう。でも人間の欲求ってそこが知れない。それが面白いとこなんだよな、人間ってな。うん、求めたらキリがないとこが面白いんだよ。うん、ね、例えば車を買い、免許取った、車乗った、あ、でもこの車じゃ満足いかないな、あ、もっといい車乗りたいなって、うん、それが向上心ね。あ、じゃあ頑張って働いてお金貯めて、もっといい車買おう。今度は新車買おう。ね。うん、で、新車買ったら、あ、じゃあ今度はもう一台買おうかなとか、ね。バイクだったら、あ、じゃあ大型免許取ろうかなとか。向上心なんだよ、それが。うん。はい、おはよう。本人にとってはそれが当たり前だからなかなか気づけない。そう。たまちゃん、家主に昨日8発やられて痛いと配信して、いや、わかんない。ブロックしてるから。興味ない。本当、初見いらっしゃい。さすが幼稚園生の頃、第7層。もう余裕。あ、ゲルゲいらっしゃい。旅行行きたいね。昭和59年度生まれでね。ゲルゲ、俺、ノブ、香川、もし、ね。まあ、まともな顔つきになってた。本当、お前のおかげだよ。お前がいるから、俺は人間でいられる。
あ、後ろに、あ、いいよいいよ、全然、うん、貯金できるとかもすごい才能だと思うし、俺からすればね、旅行行きたいね、59年でね。そうなんだよね、ゲルゲと俺はタメなんだよ。香川プロともタメ、ノブともタメ、うん、ゲルゲはあの早いんで、59年でね、俺は60年の早生まれだから。そうで、学年は一緒、うん、生まれ年は違うけどね。ユイガは全然違う。喧嘩しない。俺運転できるし、酒飲まないから。ゲルゲとか酒飲んでくれて、俺ほらブーブー運転できるから。ブーブーね、うん、朝の光だってババアじゃん。だって先輩来たらおかしいでしょ、空気悪くなる。ほんと今のがいい。引っ越したからね。あ、そう、引っ越したんだよゲルゲ俺。そう、泉子追い出されちゃってたまったもんじゃねえよ、更新しませんとか言われちゃって、もうね、だからもう追い出されちゃって、で家賃3万の家に引っ越した。まあ横浜だけど、体のあったことない。今神奈川、横浜、大阪引っ越そうと思ったんだけど、あのあまりにも急に言われたから、8月の25日ぐらいに、あの今月中に出てってくださいって言われた。いや1週間じゃ無理だよと思って、でまあなんとかこの家を8月の、29日とかに契約して、大阪安い、やここ家賃3万だよ、駐車場付き 2DK、6畳まで、ちょっと待って、これか、間取りだね、間取りが、これが今の家なんだけど、まあ和式便所なんだけど、水洗のこれで駐車場付き、よくない、よくなくなくないこれ。そうだ、ママと一緒にあの不動産の情報見てて、エイブルで、広いでしょ、これで家賃3万だよ、駐車場付きで、よくなくないこれ。そうで銭湯まで徒歩50秒、だから今まだガス引いてないんだよね。まあガスなんて飾りみたいなもんだから、いらねえ、あんなもん、事故物件じゃない、違う、あの告知事項ないから大丈夫。いや事故物件でも何でもいいよ、俺が住んだ時点で事故なんだよ、うん、そうそうそう、押し入れでね、大麻栽培してる。あ、ほんと、エイブルでね、うん、そう、住めば都なんだよ、結局。で、まあ、駐車場無料だから、だからバイク乗るからさ、俺。だからもう駐車場はもう必須だったの。だからまあ、4万ぐらいでないかなーと思ってたら、3万円だったから、あ、もうここしかねえじゃんと思って。もう速攻ですよ。もう速攻やりもくですよ。あちゃりで行ってみて、うん、終わんないよ、配信。昭和59年生まれ、もこみち、栗山千明、木村カエラ、綾瀬はるか、森一馬、えなりかつき。あれ最後の二つってなんかちょっと、人間ね。その昭和59年生まれの最後の二人って人間ね。綾瀬はるかまでは人間だよね。そっから最後二人、人間はい、ブロックでーす。そう、ゲルゲとね、タメなんだよ。俺、59年度生まれ。60年なんだけど、早生まれだから。駐車場無料だった。そうだね、うちとダメなんだ。敬語使うなよ、敬語使えよお前。学年は同じ。